日本スケート連盟は17日、フィギュアスケート男子で14年ソチ、18年ピョンチャンと五輪連覇の羽生結弦、アナ、アジーベイシリーズのロシア杯、26日開幕、ロシア、ソチ、を欠場すると発表した。羽生は右足関節靭帯損傷のため NHK 杯を欠場。その回復が遅れており、22年北京五輪の最終選考会を兼ねる全日本選手権を欠場せざるを得ない場合もある。その事象が発生した場合、竹内洋介フィギュア強化部長は選考の土台からは落ちないと見解を示した。竹内強化部長は前回のピョンチャンの時も NHK 杯で4回転ルッツで怪我をして、その後欠場もあったと改めて説明し、そういった経験も4年前もありますし、我々としてはしっかり回復してくだされば競技力を戻して行ってくれると思っていますと語った。日本男子の北京五輪出場枠は3枠。同連盟の五輪選考基準では全日本選手権の参加は必須ながら、過去に世界選手権大会3位以内に入賞した実績のある選手が、怪我等のやむを得ない理由で全日本に参加に来なかったため、愛は、怪我等の事情の発生前における同選手の成績を上記選考基準に照らして評価し、大会時の状態を見通しつつ選考することがあると追記がある。羽生は過去の世界選手権では2度制覇など計7度表彰台に乗った実績がある。自身3度目となる五輪挑戦について羽生は明言していない。